はい、こんにちは、ゴースケでございます。今回ですね、MCU コズミックが伝えたところによりますと、なんとですね、現在制作中のエターナルズにですね、あの MCU の幻の大陸、アトランティスの登場があるんではないかというふうに言われています。今回こちらの情報についてと、そして今現在 MCU で語られているアトランティスの情報について、改めてお伝えしていきたいと思います。海外メディアの MCU コズミックですけれども、現在ですね、制作が続けられているエターナルズにですね、海底の王国でありますアトランティスの王ネイモアが登場するのではないかというふうに言われています。エターナルズはですね、今年の秋以降にですね、一応公開することは決定していますが、現在ですね、コロナウイルスの影響によってちょっとね、 MCU フェーズ4の一発目であるブラックウィドウがですね、公開が中止となっている、延期となっているっていうところから、まあ若干ですね、 MCU フェーズ4が連れ込む可能性があるのかなというふうに思います。まあ、現在ね、エターナルズもすでに完成してればと公開するだけ、公開のタイミングをね、まあ間隔を狭めるってことはできますけども、まあ、現在ね、編集段階とか、まあまあいろんなね、VFX 加工などいろいろ作業している中ですね、このコロナウイルスの影響によって、まあ、スタジオ自体がですね、閉鎖になってしまっているというところで、まあ、もしかしたらですね、編集が追いつかなくて、一応秋のね、今年の11月に公開予定というになってましたけども、これがもしかしたらちょっと大幅にね、ずれる可能性があるんではないかなと。まあ、そんなね、今回のこのエターナルズですけども、MCU の世界に存在する、まあ、宇宙種族であるエターナルズとセレスティアルズと、そしてね、人類っていうのが、このね、3つのまあ三角関係をね、主に描くというところでね、物語の時代背景っていうのがね、数千年から数万年に及ぶ、まあ、かなりですね、長期間のまあ物語を描くというふうに言われています。まあ、その中でね、人類がなぜ誕生したのかだったりとか、まあ、あとはエターナルズはですね、コミックにおける、まあ、超能力を持ったヒーローの誕生の起源にもですね、かなり深く関わっていることもあって、まあ、このね、エターナルズと人間とね、そしてディビアンツについてはですね、別の動画でエターナルズの、ね、入門編動画っていう形で、エターナルズのね、基礎的な知識のをまとめた動画が、すでにアップされてますので、ぜひともね、そちらをチェックしていただきたいんですけれども、まあ、その中でね、今回はその数千年、数万年に及ぶ、この MCU のね、起源の中で、幻のね、アトランティスの大陸の、話もですね、大きく盛り込まれるんではないかというふうに言っているのが、この MCU コズミックでございます。まあ、アトランティスといえばですね、まあ、都市伝説、オカルトが好きな方はご存知かと思いますけども、まあ、かつてですね、地球に存在していた大陸と言われておりますが、まあ、様々な理由からですね、海深く海底に沈んでしまった、失われた大陸というものがですね、このアトランティスなんですけども、まあ、MCU のね、マーベルコミックスの中にもこのアトランティスというものがありまして、そんなね、海底王国アトランティスの王子であるのが、このね、ネイモアというキャラクターでございます。ネイモア・ザ・サム・マリナーもね、結構コミックの歴史としてはね、結構古くて、まあ、以前ですね、キャプテンアメリカやですね、ヒューマントーチらと一緒にですね、インベーダーズというチームを組んでナチスをですね、倒していたりということで、まあ、いろんなね、かなり昔のコミックから活躍しているキャラクターでございます。まあ、もしかしたらですね、数千年から数万年の、地球の、ね、歴史を、宇宙の歴史をね、紐解く中で、まあ、なぜね、このアトランティスが沈没したのかと、まあ、そしてね、アトランティスという大陸は一体ね、どこにあるのかっていうのをですね、ヒントが、もしかしたらこのエターナルズの中に描かれる可能性は、まあ、個人的にもですね、まあ、確かにこれは噂段階ですけれども、まあ、十分に高いんではないかなというふうに思います。またね、今後、このアトランティスというね、大陸、そしてネイモアというキャラクターがね、MCU に登場するんではないかと、まあ、いうふうにね、まあ、期待されていることもあって、まあ、おそらくフェーズ4のどこかしらですね、このアトランティスが、深くですね、関わってくるのではないかなと、登場するんではないかなというふうに思っています。なのでね、まあ、ブラックパンサー2は確か2021年以降に公開予定だったはずですので、まあ、そのね、ブラックパンサー2で、まあ、ネイモア、もしくはね、アトランティスという大陸が登場するんではないかなというふうに思います。まあ、その中でね、まず、まあ、一気にね、急に唐突にアトランティスを紹介するんでなくて、まあ、エターナルズというね、まあ、MCU で、フェーズ4の中で一番まあ期待されている作品のね、うちの一つで、ありますから、まあ、そこでアトランティスという大陸をね、まずは、まあ、触れるというところが、まあ、今回エターナルズのまあ特徴なのかなというふうに思います。でね、これまで MCU の中ではですね、アトランティスという大陸が、まあ、ちょこちょこ触れられているのではないかなというシーンが、ありました。さあ、まずはですね、昨年公開されたアベンジャーズ・エンドゲームです。
サノスを倒してから5年後の世界、ナターシャ・ロマノフがですねアベンジャーズの基地でロケットやキャプテン・マーベルやローディとですね、まあ、各場所にいるヒーローとの連絡を取り合っている、まあ、中間報告みたいな感じですよね、をしている中ですねナターシャは、オコに対してですね地震の方はどうと地殻変動の方はどうというふうに話しています。まあ、その中でですねオコエは、まあ、原因はアフリカのプレートであると何か対策法はあるというふうに聞かれると、地震は海底で起きたから私たちが解決できるものは何もないと対処法は何もないというふうに話しています。確かにですねこのシーンだけではオコエがですね単純にまあワカンダの近くワカンダ周辺で起きたですねまあ異常な行動だったりとか現象をですねただ単にナターシャに報告しているだけなんではないかというふうに思われますけれども、原作コミックでですねワカンダとそして海底王国アトランティスはですね敵対国としてまあ数々のですね戦争紛争を巻き起こしています。コミックでもあるですねブラックパンサードゥーム王という作品ではですねドゥーム率いる軍団とですねワカンダそしてですねネーモアが率いるですねアトランティス王国ですね、まあ、この戦争というものが描かれた作品ではありますし、まあ、それだけじゃなくですね数々のコミックのエピソードの中で、まあ、このねアトランティスとワカンダが紛争状態にあったり、まあ、時にですね、まあ、結束して大きな敵に立ち向かうというふうな、コミックもありましたから、まあ、これはただ単にですねまあ原作ファンであればあれこれってもしかしてアトランティスのこと言ってんじゃないのっていうね、まあ、ファンに対する、まあ、あのイースターエッグみたいな形なのかもしれませんし、まあ、今後ねもしかしたらブラックパンサー2はこの、ね、アベンジャーズエンドゲームの後の世界を描くということですので、まあ、アベンジャーズインフィニティ王サノスの戦いから5年後ですねアトランティスの周辺ではですね何かしらの、動きがあるんじゃないかなと。オコエはですねアフリカプレートが問題とアフリカプレートの歪み込みが問題であるというふうに言ってますけども、まあ、もしかしたらそれはですねさらに深く調査すればもしかしたらアトランティスという大陸の中でもしかしたら何かしらの、動きがあるのではないかなというふうに考えています。MCU でアトランティスといえば、まあ、先に思いつくのはアイアンマン2。2010年に公開されたフェーズ1の作品ですが、劇中の、ね、最後の方でシールドの長官ニック・フューリーとですねトニー・スタークが会話しているシーンがありました。その中でですねトニーのバックにあるモニターに世界地図が映されておりましたが、そこにはですねいくつかのアフリカの地図をですね表すシーンがありました。まあ後ろの背景ぼやけてるんでねどういう文字が書かれているのか分かりませんが、アフリカ大陸のですね一つを示したポイントはこれはおそらくアトランティスですよね。そしてアフリカ大陸とおそらくこれはメキシコですかねの真ん中にある大西洋にですね一つポイントが示されておりまして、これがですねおそらくアトランティスではないかというふうに言われています。この後ね話すんですけども、実はですねエージェント・オブ・シールドの中で実はシールドはこれもね都市伝説の一つとして語られているバミューダ・トライアングルをねすでにシールドは解明しているというふうなね発言があります。バミューダ・トライアングルはですねちょうどフロリダのね先っちょと大西洋にあるですねプエルトリコやバミューダ諸島をですね結んだ三角形のですね海域っていうものがありまして、今回ねこのアイアンマン2の中でトニーのねバックにある地図に示されているポイントは、まあ、ちょっとねバミューダトライアングルとも違うんですよね。大西洋の真ん中に示されているこのポイント、これはおそらくねアトランティスって間違いないのかなというふうに言われています。それだけじゃなくですね、実はアベンジャーズのスピンオフドラマにして今年ですねファイナルシーズンを迎える MCU のですねエージェント・オブ・シールドのシーズン2第9話、そのタイトルがですね地下に眠る都市とというふうな、ね、エピソードがありました。シーズン2でですね大きな鍵を握るアイテムオビリスクをですね作動するためにある場所に向かわなければならないということで、コールソンたちがですねヒドラよりも先に、まあ、そのね街を見つけなければならないというねシーンがありました。その中でですねオビリスクを作動するためのですねとある聖堂という場所が、必要だということで、そのね聖堂がある場所はですねデイジー・ジョンソンがですね軍の衛星のネットワークに介入して地下深くまで、全てを、調べて、そしてですね街の 3D モデルと照合するというふうなシーンがありました。その中でですねエージェントトリプレットがですねこの場所ってバミューダトライアングルでしょっていうふうに話しかけました。するとコールソンはですねいやこの場所の謎は我々がシールドが80年代に解明済みだと。するとトリプレットはじゃあもしかしてアトランティスっていうふうに言いました。はい、まあまあこれもね、まあちょっとしたまあ都市伝説というか、まあまあエージェントトリプレットもですね先祖がですねキャップと共に行動していたねハウリングコマンドーズのメンバーということもあって、まあもしかしたらこういうねオカルトチック都市伝説チックなね話が好きなのかもしれませんけれども、 MC の世界にもこうやってですねアトランティスという大陸がまあまあ伝説としてね残っているということ、そしてねシールドに関してはバミューダトライアングルってこれも都市伝説ありますけども、
まあ、このね謎に関してはシールドがね80年代に解明しているということで、まあ、もしかしたらねアトランティスの謎もですね今回コールさんは答えませんでしたけども、まあ、何かしらの鍵をね掴んでるんではないかなというふうに思います。まあ、これも一種のねセリフの言い回しかもしれませんけども、これがもしかしたら重要なですね伏線になっていたっていう可能性もねありえますよね。さあというわけで MCU ではですねまだまだアトランティスの場所についてはですね未だ特定されておりませんし、まあまあ今後ね MCU フェーズ4の中でこのアトランティスが解明されていく、そしてブラックパンサー2へつながっていくのではないかなと、まあ、その先駆けとしてまずですね地球この MCU のですね歴史を数万年もの期間から探っていくエターナルズという作品でまずはですねアトランティスを紹介するというのはですね今回の MCU コズミックのねこの情報は噂話に過ぎませんけども、まあ、ありえない話ではないかなというふうに思います。まあ、実際ですねブラックパンサー2は実はすでにね撮影開始されていて、オーストラリアの海岸沿いで撮影がねされていたというふうな情報も入っています。なぜ今回ブラックパンサー2で海岸沿いでのシーンがあるのか、もしかしたら海沿いでの撮影ということはネイマーとねブラックパンサーが何か話すシーンもしくは戦うシーンがあるのかもしれません。皆さんはこのねアトランティスという大陸についてどう思うでしょうか。ぜひともですねコメント欄に書いていただければと思います。今回の動画面白いと思った方は高評価そしてチャンネル登録していただけると嬉しく思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。